私はパニコ、29歳。去年結婚し、夫と2人で暮らしながらとある会社で働く兼業主婦です。最近仕事の調子が良くてね、この間も部長から褒められちゃったのよ。パニコさん、お疲れ様。お疲れ様です。部長、うちの今の部長は最近昇進して部長になったばかりなんですが、怒るとすごく怖いから部署内で恐れられているんです。でも私はこの人のことが大好き。頑張ってる人のことはちゃんと認めてくれるし、部下を叱る時だってただ感情的になって怒るわけではないもの。常識がある人だなって日頃の言動からわかるのよ。最近すごく仕事の調子がいいわね。さすがうちのエースだわ。今後ともよろしくね。はい、ありがとうございます。褒めてもらっちゃった。よし、引き続き頑張るぞ。そう、部長のことはとても好きだし、同僚たちとも仲良くやっていたんですけど、ただ一人うちの係長のツツジがね、そりゃもう面倒くさい人だったのよ。ツツジは現在58歳。頭が硬すぎるというか、自分の考えを押し付けてくるから、私だけではなく他の同僚たちもツツジのことを煙たがっていました。とある日のお昼、休憩室で私が同僚たち数名とご飯を食べていると、君たちお疲れ様。奥さんが作ってくれたんでしょう、お弁当を持ってツツジがやってきました。そして私たちに断るでもなしに、私たちが座っていたテーブルの中央の椅子に腰掛けると、どっこいしょった。いやー、もうすぐ3月、決算期だね。年度始めには新入社員も入ってくる。その前に決起会を開こうじゃないか。次の日曜日、私の行きつけに昼の12時からやってる飲み屋があるんだが、そこを予約するから、もちろん全員参加でよろしくね。ね、うわー、出たー。何かと理由をつけてツツジは私たち部下を飲みに誘ってきます。しかも平日だろうが休日だろうがお構いなし。部下は上司から飲み会に誘われるとちょっと断りづらいことあるわよね。しかも決算期だからとか、新入社員が入ってくるからとか、実はそんなのこの人が飲み会を開催する本当の理由ではないの。部下たちに、俺が若い頃は上司が厳しかったとか、昔俺は大きなプロジェクトを成功させたことがあってとか、今まで何度もした話を延々と語りたいだけなのよね。だからこの人の飲み会に参加する同僚は一人もいなくなっちゃったんだけど、たまの日曜なんだから休ませてよ。まったく、係長、あのですね、その日は都合が悪くて、特に予定が入っているわけでもなかったんですが、私や他のみんなはいつもこんな風に言って飲みの誘いを断っていました。前に休日や退勤後はゆっくり休みたいんで飲みには行けませんとはっきりとツツジに言った同僚がいたんですが、その時ツツジは時代錯誤発言を連発しながら騒いで、その同僚がものすごく面倒くさそうにしていたのよね。都合が悪いって言えばさすがのツツジでも、大事な予定があるなら仕方がないと最終的に諦めてくれるのです。この時も私やその場にいた同僚はそう言って、ツツジの飲み会の誘いから逃れることができました。なんていうのかな、昔ながらのサラリーマンで、ある一定の時代で時が止まっちゃってるし、熱血すぎて自分のことも周りのことも見失っちゃってるって言えばいいのかな。努力と気合さえあればなんとかなるとか、残業してるものは偉いなどの発言は当たり前ってタイプなんです。さらにみんながツツジを鬱陶しく思ってしまう理由はこれだけではありません。この人、パソコンでやる仕事を全部部下に押し付けてくるの。まあスマホも持ってなくてガラケーを使ってるし、 LINE もやり方を知らないみたいだし、機械が苦手な人だからね。だからといって学ぼうとせず、面倒だからと他人に仕事を押し付けるって、それはなしですよね。だから粘り強く私は教えようとしたんです。以前私がパソコンの使い方を教えた時があったんですが、係長、まずパソコンの電源を立ち上げてください。
土地あげる。そう聞いて開いたノートパソコンを持って立ち上がったわ。違います。そうじゃなくって、電源のボタン、このボタンをポチッと押してパソコンを起動させることを立ち上げるって言うんです。なんだ、ボタンを押すだけか。最初からそう言ってくれないとわからないだろ。申し訳ありません。で、電源のボタンを押すとパソコンが起動するので、今度はこのフォルダをマウスでクリックしまして。フォルダクリック。この黄色いアイコンにカーソル、じゃなくて矢印を合わせて。アイコン、なんだねアイコンって。アイコンって言葉は気にしないでください。このマークです。それでマウスの左側のボタンをダブルクリック、2回素早く押して、指で画面を押すのではなく、そんなに乱暴に押したら画面に傷がついちゃう。もうイライラする。こんな機械でちまちまやる仕事は私には無関。仕事というのはこの親からもらった2本の手と足でやるもんだ。機械なんかに任せられるか。こんな感じだったので、私たちはツツジが押し付けてくる仕事をしぶしぶこなしていたのよ。仕事に必要なパソコン用語くらい自分で調べて覚えればいいのにね。ふてくされたツツジはそこから口を聞かなくなっちゃいましたよ。で、その仕事を私たちがやらないと会社に迷惑がかかる。でもあの時は忙しかったこともあり、さすがの私も思わず口を荒らげて怒っちゃったっけな。私の話など聞いてませんでしたけどね。アニコさん、この仕事パソコンでやるやつだからやっといてね。いつものようにどさっと大量の資料を私のデスクに置くツツジ。今日も今日とてまたこれかよ。うわー、今日もこんなにいっぱい。定時に帰れるかな。いやー、パニコさんは仕事が早くて素晴らしいね。感心感心。これからも期待してるよ。はあ、何が感心感心よ。あんたの仕事を私がやってるのは当たり前のことじゃないのよ。で、あんまり頭にきちゃってポロッと口から出ちゃったんです、気持ちが。係長も少しはパソコンを覚えたらいかがですか。私は他にやるべき自分の仕事があるんです。係長はいつも努力と気合さえあればなんとかなるっておっしゃってますよね。なら、その努力と気合でパソコンを覚えてください。じゃないと私たち部下の仕事が増えるばかりで。君は上司になんて失礼なこと言うんだ。私が若い頃はそんな口上司に叩くやつは誰もいなかったぞ。だいたい私はパソコンなんて使わなくても仕事ができるんだ。若い頃から努力を積み重ねてきた経験と実績があって。そう言って顔を真っ赤にし、昔の武勇伝をつらつら述べるツツジ。ただ私はそんなツツジを鹿としてパソコンでただただ仕事を続けました。こっちはこんな人に構ってる暇はない、忙しいんだからね。すると、もういい、結構だ。さらに勝手に怒って自分のデスクへ戻っていきました。その数日後から私はとある事情から会社に行かなくなったんです。その事情に関しては部長もみんなにちゃんと話していたと言っていたんですけど、ある日私が自宅の台所でお茶を入れている時、ツツジから電話がかかってきたの。はい、もしもし。はい、君、なぜ何日も会社を休んでいるんだ。休みを取りすぎだ。ちゃんと出社しろ。は？部長から私が会社に行っていない理由何も聞いていないんでしょうか。部長は君を日頃から甘やかしすぎなんだ。はい、確かに君は仕事も早い。しかしだからって何日も会社を休んでいい理由にはならない。君のせいで私の仕事がスムーズに進まなくなったんだ。今すぐ出社しなさい。じゃないと私が怒られるだろうが。なるほど。ツツジが部下たちに押し付ける仕事の8割くらいは私が今までやっていたから、仕事の進みが遅いと部長か誰かに叱られて、それでこんな電話をかけてきたのね。てか思うんだけど、自分の仕事の進みが悪いことを私のせいにすんじゃねえ。
全部自分のせいだろうが。今すぐ出社しないと、人事部に君が連日休んでいることを報告し、君に処分を下してもらうことにするからな。具合が悪いと言い訳をしても無駄だぞ。多少体調が悪くても、昔はみんな気合と根性で出社してたんだぞ。出たよ根性論。てかこの人何を勘違いしているのかしら。これ以上話している時間ももったいないし、そろそろはっきりと説明してあげましょう。こんな石頭な人でもちゃんと理解できるだろうしね。いしし、君は先日私に盾ついてきたが、仕事をサボって上司に偉そうな口を聞いて、それでも社会人なのか。はあ。おい黙ってないで、なんとか言ったらどうだ。あの、私ちゃんと出社してますよ。はあ？今日も昨日もその前もちゃんと出社してます。嘘だと思うなら出勤簿を見てくださいよ。私は出勤になってるはずですよ。ああ、なわけ。ああ、そうか。出勤簿はパソコンがいじれないと見れないんでした。オフィスにいる誰かに見せてもらって確認してください。さっきから何を言ってるんだね君は。会社に来ていないんだから出勤になってるわけがないだろ。おい、ちょっとそこの君、パソコンで出勤簿を見せてくれ。そこでツツジの声が途切れたんですが、間もなくすると。あ、なんで、出勤になってる。おい、誰か、これパニコさんの出勤簿、間違ってるぞ、訂正して。係長、間違っていませんよ。私今、部長に行ってリモートワークにしてもらってるんです。リモートワークなんだねリモートワークって。はあ、リモートワークも知らないんですか。自宅でパソコンを使って仕事をしているんです。今のご時世リモートワークしている人が増えてきてるんですよ。部長に聞いてるでしょ、私が妊娠してしばらくリモートワークになったって。そう、私現在妊娠5ヶ月目。座りが激しくなってきたので部長に自宅で仕事することを了承してもらったんです。リモート、確かに聞いた気がしないでもないが、そんなわけのわからん単語を言われても何のことやらさっぱりわからんだろう。だいたい会社に来ないで家で機械だけ使って仕事なんてできるはずかな。とその時でした。何度説明したら分かっていただけるんですか、つつじさん。部長、会議から戻ってきてみればリモートワークがどうとか聞こえたけど、つつじさん、あなた今パニコさんに電話してるのね。ああ、私は仕事を休んでサボっているパニコさんを上司として叱っていただけでして。昨日とある大きな企業とうちの取引が成立したのはご存知で。はい、もちろんで。あれ、パニコさんがやった仕事なのよ。あんな大きな企業との取引を会社に来ていないのに、そんなありえない。さっき私が行った会議の資料もパニコさんが作ってくれたし、いい加減何回も説明してるんだから理解してくださいよ。それとあなた、私がさっき言った仕事もう終わらせているんですよね。いや、あれは部下にやらせているんです。仕事のスピードが速いパニコさんが会社に来ていないし、他の部下たちのスピードが遅いせいでサクッと終わらないと言いますか。はあ？他の部下たちのスピードが遅い？つつじさん、あなたの仕事でしょ？部下のせいにしない。自分でやりなさい。申し訳ございません。申し訳ございません。あなたのことは、実は会社で今問題になっているのよ。あなたが仕事を押し付けるせいで、自分たちの仕事が進まなくなってるって、部下たちから相談を受けてましたから。あなた、近々官職になると思います。官職。当然でしょ。自分の仕事を自分でやらないで部下に押し付けてるんだもの。そろそろ取引先に行く時間だわ。急がなくちゃ。つつじさん、くれぐれもパニコさんや部下たちの仕事を邪魔しないように。じゃあ、ちょっと待ってください。官職って、私には妻と娘がおりまして。部長がバタンとオフィスのドアを閉めた音がしたんですが、間もなくしてツツジが泣きながら叫んだ声が聞こえてきました。どうやらパソコンのコードに足を引っ掛けて転んだようで、係長何やってるんですか、電源が落ちちゃったじゃないですか、と同僚が怒っていました。
なんでこんなことに。その後、部長が言っていた通り、ツツジは完食になってしまいました。パソコンを使えなくてもいい部署での仕事なんですけど、その分やれる仕事が少なくてお給料が激安。ツツジの娘さんがちょうど二十歳の誕生日を迎えたタイミングがツツジの完食とかぶったらしく、ツツジは奥さんから離婚を言い渡され家を出て行かれちゃったみたい。娘さんからも煙たがられていたようで、家族を一気に失ってしまったんだとか。ツツジはそれからしばらく新たに配属された部署で働き続けていたそうなんですが、ツツジは定年前になんと自ら退職したの。取引先と大きな商談をしないような部署じゃ会社員とは言えないとかなんとか文句言ってね。でも辞めたはいいけど、新たに好条件で雇ってくれる会社なんてないから、アルバイトを掛け持ちして昼は清掃業の仕事、夜は交通整備の仕事をしているらしいんだけど、体力的に厳しく大変みたいよ。この一連の話はうちの部署のとある同僚から聞いた話です。ツツジから久しぶりに飲みに行かないか、俺は今一人ぼっちで寂しくてと、その同僚に電話がかかってきたそうな。その同僚はごめんなさい無理ですとだけ冷たく言って、すぐに電話を切ったらしいんだけど、まあ自業自得ね。さて一方の私はというと、無事娘を出産、愛する夫と二人で家事と育児を分担しながら相変わらずリモートで働いていたんですが、数ヶ月後なんと私係長に昇進したんです。お給料も上がったし、もう最高よ。この間部長から仕事のことで電話がかかってきて話していたんですけど、パニコさん、係長になってからさらに仕事を頑張ってくれてるわね。はい、部下が昨日 LINE で、最近部署内の空気も良くなったし、部長は自分たちが仕事をしやすい環境づくりをしようって動いてくださってるのがすごく伝わってくると言っていましたよ。本当にありがとうございます。ありがとうだなんて、みんなが頑張ってくれて私の方こそありがたいわ。これからもよろしくお願いしますね。こちらこそ、私今後とも会社に貢献できるよう頑張ります。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。